見ねえ顔だな。不審者はぶっ殺さねえと。この町を帝王軍が支配してるみたいだぜ。行け、時のためにも。大火に、こんな男は目障りだな。やっちまいましょう。こんなデクノボブスーッと行きましょうぜ。ひどい、ペペタコテ、あの大きな人。ケン、お願い、助けてあげて。山が動いた。ならばこの風も動かねばなるまい。俺は五射星の一人、風のヒューイ。五射星はなんと極星の守護星。天を平定するは我らがなんと六星圏最後の将。そうか、ついに動き出したか。なんと六星圏最後の戦士。我が母星、なんと脅かす北斗の試験。今、消滅する時が来たのだ。そんなやわな剣ではこの体に傷一つつけることはできぬ。動いたのはケンシロウだけではない。なんと最後の将もまた動いた。五射の星は風、雲、炎、山、海。次に動くは山か炎か。ひでえことしやがる。あいつの仕業か。なんだこそ、撃ち殺されてえのか。貴様、許さん。この男、剣法。私は五射星の一星、山の不動。我が主、なんと六星圏最後の将が、あなたをお待ちです。なぜ、なんと最後の将がこの俺を。我が将、
永遠の光のために、その光のために我ら五社の星は天を舞い死をかけます。そしてそのためなら五社の星は粉塵に砕け散っても本望。我が帝政よ、俺は主の軍団を率いる五社星の一人、炎の修練。炎、動いたのはウヌだけか。いいや、山はすでに動いている。ケンシロウのもとに。この剣王と同じく、ケンシロウは倒せぬぞ。倒すのは貴様一人だ、剣王。なんと北斗は表裏一体、真の天下平定は両者一体となった時に初めて成就する。なんと六星剣最後の将はこの剣王よりケンシロウを選んだのか。野望と共に這い止まれ、剣王。やつの後進はこの俺の命で食い止める。今はここでこの炎と共に焼け死ぬのだ。貴様、なぜこれほどの執念を。我が将の永遠の光、剣士郎ならば光輝く。剣王、貴様が前に立てば我が将の星は涙に暮れる。そうか、だがその程度の炎では俺の野望を灰にすることはできない。この剣王よりケンシロウを選んだ、なんと六星最後の将。どうしても会いたくなったわ。ケンシロウを止め、剣王配下の最強部隊を差し向けるのだ。シュレン、ヒュイ、お前たちの死は決して無駄にはせん。今の剣王の意志は。今の不動様より一足早く。このままでは先に剣王が我らの将に。お前たちは銃座を探してくれ。剣王の足を止めるのは雲の銃座しかおらぬ。さあ急ぎましょう、我らの将のもとへ。岩でも崩れてきたら一発であの世行きだぜ。大丈夫、皆さんはこの不動がお守りします。敵がいるようだ。から先へは行かさぬ。我ら剣王軍の死の特攻を食らうがいいわ。不動、二人と共に下がっている。
不動の使いが従者という男のもとに。はっ。もしその男が俺の知っている従者であれば、その男は動かぬ。剣をめ、数に任せて我々を止めようと。ケンシロウさん、ここは私に任せてください。あなたは一刻も早くショウの居城へ。なぜこれほどの犠牲を払ってまで俺をショウに会わせようとする。言ったはずです。我がショウ、永遠の光のためにも。あなたに会えば、あのお方の悲しみに沈んだ顔が微笑みに変わりましょう。そしてあなたの宿命の旅も、そこで終止符が打たれるかもしれません。何？私とバットは大丈夫。きっと深いわけがあるのよ。お願い、不動さんの言うことを聞いてあげて。リン、頼む。不動、さあ後ろへ下がっていて。Yeah.
け。剣王様の命は絶対、剣士郎は殺さねばならぬ。我が将の永遠の光のため、剣士郎さんの邪魔はさせず。早い、動け雲の中座よ。どうです、今日玉ばかりでしょこれだけかっさらうのには苦労しましたよ。雨か。ガマガエルにかけちまったようだな。女はこの銃座がもらう。銃座？女だけじゃねえ、この男が通った後は草一本残っちゃいねえという。おお、わかってるじゃねえか。だが一つ忘れてるぜ、まれに見る美男子ってことをな。このまま地面に叩き伏せてくれるわ。じっとしていればよいものを。あばよ。まだ手向かうやつはいるか。どうぞどうぞ。お利口だ。不動の手下じゃねえか。どうした？何とぞ、何とぞ不動様の願いを。一目だけでも、なんと六世最後の勝利お目通りを。勝利？やなこった。俺は誰にも縛られねえ、誰の命令も聞かねえ。俺はあの雲のように自由気ままに生きる。見ろこの美しい女たちよ。俺はこうやって毎日楽しく遊んで暮らす。獣座様、やはりあなた様はまだあのお方のこと。どんなに獣座様が無頼を装ってあのお方を忘れようとする悲しい行動に見えまする。忘れい、そのことを忘れねばうぬらをこの場で叩き殺す。あいつか、我が村で暴れるバカ者は。今俺は虫の居所が悪い、手を出せば死ぬぞ。何をヘラヘラ笑ってやがるクソ野郎。やるなら来い、
まとめて墓場に放り込んでやるぜ。過ぎるぜ坊主、ここらでお仕置きしてやらねえとな。さっきの姉ちゃんたちと飲み直しだ。やはり従者様の力は必要だが、一体どうしたら。恐るべきは従者の才よ。この剣豪の手をもってしても倒すのは容易ではない。だが従者は動かぬ。幼い時より妹のように可愛がり育てた女、そしてその女は美しく成長した。貴様がいくら思い慕ったところでその願いだけは叶わぬ。そんなバカな。よいか従者、あの女はお前の母違いの妹。妹。そして女はケンシロウのもとに走った。その女の名はユリア。しかしなぜあれほど御社製の男たちは俺の行く手を遮ろうと必死に。謎がある。ますます会ってみたくなった。なんと最後の章。ここはウヌラ不動の部下。この俺に薬を持ったな。お許しくだされ。
これしか十座様を我らが将の前にお連れする方法が。ユーザーの命、あんたにくれてやる。礼を申します。ジューザ様、不動の軍が剣王の元までお供をします。ああ、頼む。俺の剣にはもう一点の曇りもねえ。あの敵、どこかで見た面だな。あの剣法自慢の子分なのか。噂の男が俺に勝てるかな。じゃあ試してみる。俺が続けているかどうか。ほらよ、ビン。奴のことだったか。だがなぜ動いた。すでにこの世に己の心を捨て去った男が。ケンシロウ、おい、近くにいるはずだ。させるか。我らが将のため、貴様らは命に変えても止めてみせる。助けてやるぜ。クモに気まぐる。ユーザ様、ご協力感謝いたします。ほらよ。Yeah!
来たか、ジューザー。陶器破棄、いささかも衰えてはおらぬようだな。我が将のためにこの場に剣王、お前を葬ろう。ジューザーよ、この世の覇者の剣、死での土産に持っていくがいい。剣王様のあの構えを見ても一向に怯えぬ。それどころか無防備に間合いに。我流、添付の際に裏打ちされた荒ぶる剣に恐怖はないというか。その通り。そして誰にも読めぬ。いいか、さすがだ、ラオウ。他の男なら最初の一撃で死んでいる。これほど変幻自在の蹴り、見たこともないわ。だが、ウヌの剣には弱点がある。我流は甲において意を発するが、種に転じて意を失う。うりゃ、貴様はまだ秘剣を隠しておる。試してみよう、その秘剣を。俺の剣は邪剣ゆえ、種明かしは一回きりよ。国王、静まれ。ラオウ、貴様の足を奪った。俺はまだ死なぬ。生きていてこそ楽しみはある。ラオウ、これでも食らえ。これが蜘蛛の十座の生き方よ。俺は何日奴を止めればいい。2日止めればよいでしょう。やはりこの命捨てねばならない。十座様、ケンシロウ様は単独城に向かっております。このままなら剣王より一歩先に。ならば行ってケンシロウを案内するといい。俺についている必要はない。ケンシロウ、同じ女を愛した恋敵よ。どれほど成長したか、この目で見ていくのか。おらおら、どうした坊主。逃げないと捕まえちゃうぞ。誰か助けて。てめえは俺たちに立てつく気か。これより先は将の居城までご案内します。お前は不動様の息子じゃないか。どうした、一体何があった。心優しき不動様は捨てられた子供たちを
全て自分の子として育てられているのです。お願い、不動の父さんを助けて。剣王軍がお兄ちゃんたちの竜舎の中に、不動は彼を救おうとして。残酷ですが、翔と会うことが最優先です。我が翔の涙を止められるのはあなただけ。いや、不動を救う。翔の涙もこの子の涙も違いはない。その恐怖は知っていよう。足を踏み入れたが最後、脱出は不可能。中心に引き込まれ、やがて死に至る。せいぜいもがき苦しむがいい。宿命なら必ず会えるだろう。早く上がってこい。龍砂に飲み込まれた300キロの巨体、やすやすと上がるものか。そしてガキを助けるには龍砂の外に投げるしかない。だが一瞬にして串刺しよ。このまま死なせはせん。金城さん、受け取って。こしゃくな、撃て撃て。不動、しっかり捕まっていろ。この傷の痛みは一瞬だが、お前の死の痛みは一生残る。ケンシロウさん。バカな男だ。わざわざ戻ってくるとはな。これでこっちの思うツボよ。剣王様の敵、ケンシロウを抹殺せよ。
手をしている暇はない。早くかかってこい。この人は我々の想像よりはるかに強く、そして温かい。この銃座、負けたわ。ケンシロウ、さすがにユリアが愛した男よ。行け、主の元に戻るがいい。命を捨てに戻ったか。俺は寂しがり屋でな、貴様を道連れにしている。久しぶりにヒリヒリしよう。ウヌの秘剣、この目で確かめてやるわ。元より秘剣なくして貴様を止めることはできぬ。ガノ剣の神髄、その目に焼き付けておくがいい。おい銃座、この剣王が叩き潰してくれるわ。ガノ剣の神髄は排水、防具があってはそこに油断、甘えが生ずる。ラオウよ、聖かしかどちらかしかない。排水の剣の意は貴様が一番知っていよう。銃座、自ら命を懸け救祖と化したか。だがネズミに獅子は倒せぬ。凄まじい激勝だ。身をすり合わすほどの接近戦がお前の非奥義と見た。最後の種明かしも貴様には一瞬にして見破られてしまったようだ。さ
だラオ、この方をついて致命の一撃をかわすとは。そこは共鳴という飛行、もはやこれまでだ従座、その手は崩れ去る。これが私の村です。子供たちを降ろして将のところまで進む。クドーラ父さん、おかえり父ちゃん。さあケンシロウさん、参りましょう。お前を連れて行くわけにはいかぬ。この子たちにはお前しかいない。しかしお前は死んではならぬ男。面目ない。もはや隠すこともあるまい。なんと最後の将の正体、教えてくれぬか。さあ撃ってこい、ラオウ。将よ、あんたに会った時からこの命ないものと思っていた。メイドの土産に腕一本もらっていくぞ。ウヌは己の命を腕一本と引き換えにする気か。あと一息だ、持ってくれ。貴様のその執念、いえ、なんと六聖剣最後の将とは何者か。誰が言うか。知れば疾風となって将のもとへ走る。天を握った貴様が最後に望む者が我が将。今日まで我が将の正体を覆い隠しておりました。その理由は一つ、野望の暴挙勢剣王の耳に入るのを防がんがため、我が将は女性にございます。女？さよ、なんと六聖剣最後の将はあなたが愛したユリア様でございます。あとひとひねりで貴様の腕は砕け折れる。ジューザ、ウヌは剣王の力を見誤った。剣王の肉体は砕けぬ、折れぬ、朽ちぬ。飛行カイアモン天長、もはや意志とは関係なく貴様は口を割る。さあ答えよジューザ、将とは誰か。誰が逆らおうとすれば、その肉体は毛根に至るまで血を吹き出して崩壊する。いや、そうだ、言ってしまえジューザ。死で動く。ざまあ見たか、ラオ。俺は最後の最後まで雲の十座。
きながら見事であった、ジューザ。ここに葬ってやろうというのか。攻めはせぬ。この剣豪以外、ウヌが唯一その背を許した男の死、その気持ちもわかる。雲の従者の霊、丁重に葬れ。従者よ、ウヌが語らずとも、その清潔な死が俺に将の正体を悟らせてくれたわ。走れ国王、将のもとへ。はやー！